わしは誰にも知られんよう確実に殺すぜ。天中次は誰を切るんだ。武道拳馬の神だよ。私の剣は人の剣ではない。わしは勝った。先生も見ましたろ。まだ分からんか。分からん。先生聞こえますろうか。わしじゃ伊藤です。差し入れ大きにせよ。こんなんとうまかったでよ。こんなことをせんでも僕らと入れんでも先生が一言締めと言うてくれたならわしは喜んで死んだんじゃ。二人で登っていこうぜよ。二度と降りてこれんところは。こちらの路地に山犬が一匹押しかけては動かない。先生、パッコの竹内先生じゃ。先生、お久しぶりでございます。はい、先生もお元気そうで何よりでございます。なんで先生がここにおるんじゃ。私に会いに来てくれたんか。こちらちゃん嬉しいだろ。わしは強い。強いがただそれだけの男じゃ。それではいかんのか。ならば畜生らしく人様に手向かう真似のせることじゃ。なんでそんなこと言うんじゃ。わしは犬でも畜生でもない。わしは人間じゃ。人間ならば人間らしく心を学べ。わしには学がないです。この国のためにならん奴らを切ることが務めじゃと思っています。先生のお役に立っておりましょう。土佐勤労党の名役所に署名決判させてもらったとき涙が出るほど嬉しかったんじゃ。口の利き方は何じゃ。聞きませんけど先生はわしとやることなすこと全部気に食わんのじゃ。うちにはまっこと失望したぜ。じゃあ、竹地のそば寄りすぎて、奴の一部しか見えんのぜよ。ちょっと話してみてみや。竹地の背負ってるものがよく見えるはずよ。その背中は厳しいが、大きくて優しい背中じゃないかよ。伊豆をわしが手塩にかけて育てた男じゃ。始末はわしがつける。わしは何もしゃべらん。先生のためにならんことは絶対にしゃべらん。なんで信じてくれんのじゃ。